さい、はいはい、最近掛け血組とか負け組とか流行ってるけど、ちょっと待って、これ名言って言ってこの数年やん。すごいな。最近勝ち組とか負け組とか流行っているけど、スタート切っているかどうかが僕は大事だと思うけどねって、なんかすっごいなんか言いそうな、なんかこのコメンテーター的ななんかこう浮かぶんやけど、誰やろこれ。スタート切ってとにかくやれよみたいな、何、いや、じゃあこれこの感服、その世界観から言うとホリエモンさんとか、はいはい、でもホリエモンさんってこんな説教臭いこと言うかなっていうのがあるんですよ。ちょっと物言いが違う感じ。違うんですよ。それはね、違うんですよ。ホリエモンのセンスじゃないと思うんですよね、はい、もうちょっとガチンコ系っていうか、もうちょっと力入ってる感じですよね。だってこの中には道徳が含まれるもんね。ホリエモンさんってあんまり道徳の方はいかないんですよ、ね。そうですね、はい。彼のポリシーって人間はみんな自由であるべきだって。あ、そうですね。で、もっと言ったら俺を自由にしろっていう。いや、それはそれでいいと思うんですよ。そうですよね。自分も、僕だってそうですよ、はい。やっぱり僕も自由っていうものがすっごい大切やと思うから、はい、だって、言うたら出家するとかっていうようなことも自由な社会じゃないと出家できへんわけでしょ、言うたらね。だから、出家するって言ったらすごい正しい方法のように見えるけど、社会が自由を許さなかったらそんなことできへんわけだからね。だからそういう意味ではこの言葉っていうのは、やや間密造色があって、うん、ホリエモン色であればとにかく俺を自由にさせろっていうようなことやから、はい、これスタートを切るっていう時に、まあスタートを切った方がいいようにも思うんですよねぐらいの感じに、はいはい、あくまでも自由だけどっていうニュアンスが残る気がするんです。はいはい。ほんだらあとは誰やろな、もっとね、この人は多分成功者なんですよ。はいはい。成功者やから成功するためには、うん、勝ち組だよね、ま、とかこうこうこういう感じでやらないで、はい、とにかく今日から始めたらどう、はい、今でしょう、はい、ね、そんな感じやんな。ほんならね、あんまりこれね、これ言いそうな人がね、こうごちゃまんと言いそうな感じがその層に、はい、層になんかもうごちゃまんと言いそうな感じ、はい、でも僕もどっかでまあとりあえずやったらどうですか言ってるから、もしかしたらそれをまとめて名越康文言ってたりしてみたいな。最悪や最悪や最悪やな。アスリートかな、あの人、テニスプレーヤーの、はい、ま、松岡修造、松岡修造ね、まあ、ちょっと違うと思うけど、まあ、それぐらいしか浮かべへん。なるほど。松岡修造、はい、でいきますか。はい、例えばですね、ああそうか、野草が出てきた。そう、今回もう一番教祖様でした教祖様や教祖様やった、矢沢永吉さんでした。いや、ちゃうね、はい、これね、ほんまにね、今なんで相対的やと思うのは、はい、矢沢永吉って20何億やったっけの借金、はい、7年で返した男でしょ、はい、でそれもすさまじい、まあ、皆さん調べてみてください、はい、もう完全にその裏切られたっていうか、自分のそのマネジメントやってくれてる、経理をやってくれてる人に、はい、オーストラリアですごい負債を背負わされて逃げられて、はい、背負わされたって、まあ、詳しい話は矢沢さんもしてないと思うんやけど、うん、そういうレベルで今70いくつで、僕この間ライブ行ってきました。はいはい。もうね、ズームもライブの話もしたら止まらない。いやいや、もう全然もう していただいて大丈夫です、はい、のんびりいけるやつなので、ほらいやもうね、はい、いやもうね、いや一番悔しくて、もう何の不満もないんですよ。ただ最後、あのね、どっちかなんですよ。それこそね、TRPG の最高なんですよ。上が下がね。最後に、A ちゃんが歌うのは、あの、乗ってくれ、はぁはぁか、ルジャナーか、どっちかなんですよ。で、両方歌うことはないね。ないんですね。ないんです。はいはい。で
もうほんまごめんなさい、はい、僕はじゃなーにかけたんですよ。ほんなら乗ってくれはーやったんで、ほんならもう周りみんなうわーやでも僕もかけ負けたんだ2分の1のもうルジャナーが全てやから、俺はその時もうそうなってよくあるでしょ、はいはい、そのテンプレテーションも好きやし、はい、アナゴの一本丼も好きやけど、はいはい、もう口はもう定食の方に行ってる時にこっちしかないで、こっちは今日ありませんって言われた時のこの悔しさみたいな、はいはい、いやそんなものに例えたらダメなんですよ、はい、その千倍の価値があると思うんですよ、はい、いやもうね、それがね、なぜかね、今になったらそればっかりが、はい、ね、もう一つね、はい、もうこれ言うときますわ、もうね、僕ね、それ矢沢吉のライブなんて100時間は見てるじゃないですか、はい、YouTube でね、はい、ね、でも僕はどっちかっていうと、その3倍ぐらい矢沢吉インタビューをずっと見てるわけです、はい、その言葉選びのセンスの凄まじさ、うん、だから僕はその一番の謎を、僕ね、矢沢吉さんにもしも10分でもインタビューができるんやったら、なぜあなたのようにあのとっさのインタビューの中で、しかももう語りのその当時のもう日本の頂点である、例えば、へいへいへいの、まっちゃんはまちゃん、はいはい、それからあとトンネルズ、はい、とこのにゲストで来てるんですよ、はい、彼らの土俵ですよ、はい、でも彼らが舌を巻くぐらいのすごい言葉選びに、なぜ歌詞を他人にしか書いてもらわないのか、そこに絶対的な何かがあるんですよ、うん、いや本当にね、本当にそう思う、うん、もうね、僕はもう YouTube に載っててポンポンと出てくる範囲の上積みの方の矢沢永吉インタビューは、まあ、100時間近くって言ったら言い過ぎかもしれない、そんだけないかもしれないけど、とにかく全部見てます、うん、全てのインタビューに満足するわけ、はい、糸井重里さんとはすごい友達で、その2人でお金の話をしようっていうね、連続14回ぐらいのインタビューを全部見たけど、はいはい、14回もあんねん、ね、1回10分出て100数十本もある中で一つの失言もね、失言っていうのは間違ったことを言ってるんじゃなくて、そのらしくないことがある、うん、もうだから糸井重里は詩人やん、もうほぼ、はい、その要するにその言葉選びのこれ、その彼が毎回 A ちゃんが普通に言う言葉にあーとか言うわけ、はいはい、そうか、このねすごい言葉選びの天才が、うん、なぜ歌詞を書かないの、A ちゃんって僕もすみません、歌詞は全くなんですか、いや、初めの時期は書いてます、素晴らしい歌詞を書いてます、曲もあります、ね、あります、あります、ね、ありますけど、途中から歌詞を書くことを断念するんです、しかも初め書こうと努力したっていうようなフレーズもインタビューの中に出てくるんです、はい、僕ね、もうその過程が知りたいんです、もうそれドキュメンタリー作りたい、なぜ矢沢永吉は歌詞を書かないのかで、NHK さん、僕にインタビューはさせてくれませんか、ほんまに。もうそこがしびれるぐらいに、はい、なんやろ、だから僕はもう古い A ちゃんファンじゃないわけでしょ、僕はずっと洋楽、まあ言うたら A ちゃんも洋楽ファンで、ビートルズにもうびっくりして、それで自分は歌手になるんや、バンドするんや、でその中でビートルズの自伝的な物語の中でどうやって反響を取るか、はい、自分がそのステージと自分のパフォーマンスと自分の音楽をどうやったらコントロールするのかっていうところを明かせに行ったっていうか、はいはい、っていう、だから俺ってやっぱり変わり者なんですねって言うんやけど、まあ天才じゃないですか、はいはい、みんなビートルズがどうやって曲作ったのかとか、ビートルズのエピソードばっかり、今でも時々なんか第一子を出産とかもどうでもいいのそんなこといやまあ、まあ置いといて、はい、そういうことを関心持つやん凡人は、はい、でもそうじゃなくてどうやって反響を取っていったのかっていう歴史を全部、うん、しかもそれが主題じゃないからつないでいったんよね、江沢駅中のその感性で、うん、そういう全体性が見えてる人がその歌詞を書かないって決めたっていうか、書けないと決めた、そういう過程をね、うん、なんかね、その本人の意識以上のところで追いたいわけです、うん、意識以上のところで追いたいわけ、うん、本人も知らないよ、もっと大きな矢沢永吉の無意識を見てみたいと思いませんか、なるほど、なんかそういう、ごめんなさい、そういった
もうグローバルな自分を完全にプロデュースできる、うん、もうそれほんまに憧れていて、僕はもうほんまに自分自身をプロデュースするってすごい憧れじゃないですか、うん、僕も多少はね、僕は出方になってますけど、ちょっとプロデューサーの色気も僕はあるでしょ、うん、なんかそういうこともやってみたい感覚があるだけに、はいはい、矢沢永吉はまさにバンドもある種超えちゃって自分っていうものを出す人じゃないですか、うん、なのに自己プロデュース全部やって、はい、ボスの宣伝とか最高やん、こうやって、はい、とか言って、もうほんまになんかあの課長代理がギリギリになったみたいな、はい、ね、大企業になって中企業のなんかちょっと不安定なところのサラリーマンさんなんかを、そうですよ、立派なんですよ、そういう人のペーソスを出せるんですよ、ボスをシュッとすするだけ でそれをやるときに、あの缶コーヒーでサラリーマンにしてくれませんかってみんな大反対、そんな、はい、面白いんじゃねえのって、この自己プロデュース力の高さね、はい、で一方ではですよ、自分のアルバムの宣伝になんか山手通りとかのとこでね、僕初めて見たい、まだもう僕まだ若い頃になんかスターダストかなんかで口から星吐いてみて、矢沢永吉があれすごくなかった、もう俺だーっていう、俺が宇宙の星を吐き出してるみたいな、そこまで自分をビンビンに出す、ある種主観性と客観性がマックスになってるようなね、あんなものをやる人が自分のなんかプロデュースが完璧にできる、そのなんかフィールドの広さ、なんかな、そういうのをちゃんと描いてるものってないじゃないですか、なんかそういうやってられたみたいなもうね、だからそういう、つまりは矢沢永吉が何人もいるわけやん、はいはい、後ろにも横にも、うん、その全体がフル稼働してる矢沢永吉という集合体があるわけやんか、うん、まあ、フィールドとして目がいくつもあるよ、はい、その人が勝ち組負け組とか流行ってるけどスタート切っているかどうかが僕は大事だと思うけどねって言うから、はいはいはい、その間三つをイズムになってないんですよ、そうですね、はい、自分がそれ行き過ぎて、はい、ゴールのあとまだ 50m 走ってるからね、はい、全速力で、だからこれは矢沢永吉とセットじゃないと成立しないみたいな、整わない感じ、はいはい、すいません、なんか話で、いやいや、名言はでも結構そういう側面ありますよね、人と切り離されるとありますあります、はい、だから例えば何でしょうね諸行無常っていう言葉って、例えば釈迦牟尼が諸行無常って言ったら、ああ諸行無常って感じ、ところが空、諸行無常の断りありきっていうことを空海が言ったら、うん、何があったんやろって思うわけですよ、うん、空海っていうのは密教で、はい、その遠世的な部分が強かった仏教に絢爛とした色、うん、まさに仏器って何色もの鮮やかな色があるやんか、はい、あの仏器の仏教の旗の色こそが、うん、あの仏教の本質だって色をそこに加えた人じゃない、うん、この現世そのものがそのままあの仏の世界であるのだっていう、はい、まあ言ったら、キリスト教ってうまいバランスになってますよね、うん、キリスト教だけやとどん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 あのグレグレ聖歌みたいに、はい、神はここにいる、いませりみたいな感じでもう全部上登っていっちゃうじゃないですか、はい、ところがそこに究極的なものがあったら出エジプトとか言ってたくさんの人を連れてる、うん、どんなそこで川があの航海が割れてとか、うん、そこにダイナミズムがある、はい、そういうものも背景にあるから、一つの大きなキリスト教世界が、うん、モーゼとかあるいはあのノアの箱舟とか、うん、あとはその、人々にあの言ったら何だっけな、ヨシアとかさ、うん、それあの人らの、ロックの、全然言葉が出てきてへんわ、ボーノとかがさ、歌ったりして、いろんな側面があってキリスト教の一つになってるようで、その諸行無常の断りがあるっていうようなことを、空海っていうものが出てきたらまた違う色合いで、うん、それが見えてくる、全ての絢爛としたものがまた滅び、また生まれ変わってくるっていう生命の飽くなきエネルギーみたいなものを、はい、もう込みで言ってる色合いが空海ってその下に書いてるだけで出てくるね、うん、だから人によって
その違う、だから日本の文化ってそうやんな、はいはい、あの掛け軸とかやっぱりここにこの因果をして、はいはい、言葉がなかったらあかんとかさ、はいはい、あるいは茶器もさ、ただの霧の箱に入ってるんじゃなくてその裏に何か書いてあるからいいとかね、はいはい、ああいうのありますよ、すいません名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの状況で実はやりたいなと。初めて